みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は12月12日までのチュートリアルのゼロ G バス生態マルチになりますが、レア装飾品なしで簡単に3分台で収穫する方法をご紹介します。12月13日以降の本番の参考になればと思います。最初に討伐摂取をしている装備を簡単に説明します。詳しい説明と装備の完成形は後半で説明します。武器は放射型レベル6のガンランスなら何でも大丈夫です。防具は砲術をレベル5にするためのゾラ、毒ダメージ強化が発動するレイヤー 2V となっています。組み合わせは持っている防具と相談してどれでも大丈夫です。戸籍は強壁銃を持っていない人のために剣士の戸籍です。弾がある方は技物の戸籍等で大丈夫です。必須スキルは砲術レベル5のみです。時点で集中、砲弾装填数アップ、体力増強となっています。それでは討伐をご覧ください。仲間のハンターの装備はほぼ同じ形だと思ってください。クエストが始まったら右側の弾撃支障を拾います。武器を出しエルニアをした状態で三角プラス丸で杭を装填します。詳しい操作説明は後半で行いますが、討伐中にも簡単な説明は行います。不動のソイを準備します。今回の方法ですが、操作をなるべく簡略化しガンランスの操作が分からない人にも魅力を感じてもらえるようにしています。エリアに入ったら不動のソイを使用し、足元で毒煙玉を使用します。右後ろ足に三角丸丸丸と入力し杭を当てます。この杭は砲撃に反応しダメージを追加してくれる性能があります。効果時間はキャンプの石ころだと2分、弾け結晶だと3分です。あとはため砲撃というのをひたすらやるだけです。操作説明は後半に行いますが、何かしらのアクション後に丸長押しです。基本的なループは丸、丸長押し、丸長押し、 R2 プラス丸でクイックリロード、その後また丸を長押していきます。落石は操作をシンプルにするためあえて落としていません。狙いたい場合にはキャンプの石ころを拾っておいてもいいと思います。今回採用している毒ダメージ強化は1回の毒で数千のダメージを与えます。こちらの動画で検証と詳しい説明もしていますので、お時間がありましたらぜひご覧ください。左下の円が白くなったら次のエリアに移動です。 L2 プラス丸で弾の装填を済ませ下に降ります。天使の装備は降りてからでも大丈夫です。今回使用しているアイテムはこのようになっています。飛躍のセット、大粉塵、戻り玉、毒煙玉となっています。エリアに降りたら先ほどと同じように後ろ足を攻撃していきます。今回の方法で少し難しくなりますが、ソロで3分台も出せました。砲撃は切れ味が緑以上なら威力が変わらず肉質の影響は受けません。また会心の効果も一切乗りません。そのため安定したダメージが稼げます。威力は砲撃タイプとレベルに応じて変わります。攻撃やフルチャージなどで威力は変わりません。というわけで討伐が完了です。今回は3分13秒でした。それでは装備の完成形をご紹介します。毒ダメージ強化と体力増強、回避距離アップを発動させるリオハートを頭と腕に、砲術、耳栓、耐震を発動させるゾラを胴、腰、足につけます。エリアの移動時に研ぐことも可能なので、
技物は採用せず、耳製の戸籍にしています。装衣の装飾品は特にいりませんが、即納か治癒などがおすすめです。部位の破壊をするとダメージが上がるので、破壊用を採用。増弾で火力アップ。心眼は事故防止です。集中は、ため砲撃のスピードが上がるので、かなり重要です。回避距離アップは3ですが、ここは本番の時に、ガード強化、対処などに変わる可能性があります。それでは、知っておいて損がない、簡単な操作説明をしていきます。まずは、スリンガー弾の装填。武器を出した状態で、L2 を押したまま三角プラス丸。その後、丸の3回目で発射されます。ため砲撃は何かしらのアクション後、丸長押しです。範囲はかなり長いです。弾の装填は R2 プラス丸です。スリンガーの装填から三角プラス丸でそのまま撃つこともできます。R2、三角、丸で撃てる流撃砲は、マルチで吹き飛ばすのであまり使えませんが、L2 プラス R3 で方向を変えられるのは覚えておきましょう。L スティックと三角の踏み込み切りから溜め砲撃に移行する場合、肉質が硬い場合には、砲撃を打つ前に弾かれてしまいます。そこで、踏み込み時に即丸直しすることにより、溜め砲撃に移行できます。他にもいろいろな操作がありますが、今回の動画ではこれだけ押さえておけば、問題なく討伐ができると思います。ぜひ試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。